毎年1月に行われる大光寺の開運福だるま大祭。家内安全、商売繁盛などを願い、1万人以上の人が訪れるんだわ。みんなこのだるまに1年の願いを込めてご祈祷してもらうんだわ。さてここで問題。1年経っただるまは燃やしてお礼をする。5 4 3 2 1。正解はある。願いが叶っただるまは左目を描いて、だるま大祭で行われるお焚き上げで燃やして供養するんだわ。